月の28日土曜日の午後5時半ぐらいですね。ちょっとね、今日は土曜日ということもあり、ちょっとがっつりお酒を飲むのと、あとちょっとね、飯をね、がっつり食べたいんで、1.5 をちょっとね、入れて今から炊きます。いや、このね、隔離中でなくて、このロックダウン中にね、ガスが切れたら本当にね、やばいんで、ちょっとね、やばいんですよね。チェックっていうか、チェックもできないんですよね。タンクにどれだけガスがあと残ってるかってわからないので、ベトナム人の方に聞くと、まあ亡くなった時に取り替えるよって言われてるんですけど、今こういうロックダウンの時期なんで、果たしてというか、まずもう、終わりですね。ガスがなくなったら野菜生かじるか、ご飯を、そうですよね、どうしようかな。またあと10日ぐらいなんでね、祈りましょう。ここにね、さっきチンした、解凍したチンポール、豆腐 500g も入れます。もうあの一パック丸ごと、ね、ひき肉炒めて豆腐入れればできちゃうんでね、もういいですね、パパッと。でこのね、元をちょっと入れていきます。わ、すごい辛そうですね、これね。豆腐が跡形もなく、なんかボロボロになっていきますね。なんか離乳食みたいになったな。あとなんかこのついてきた山椒、あ、OK、ネギ入れてですね、できました麻婆豆腐です。ご飯もね、炊き上がったんでね、 OK、 はい、できたんで食べます。ちょっとね、6時前ですけどね、もうまあいいでしょう。これはね、サイゴン、ディアサイゴンゴールですね、スペシャルエディション。初めてちょっと、ね、飲むんでね、ちょっと飲みたくて買ったんですけど、ビールうまいっす。僕はサイゴンビールって赤色のね、ビールなんですけど、あれが結構好きで、
もちろん札幌版も好きですよ、うん、でもビアサイゴンはね、もうこれもまあ、うん、好きです。ちょっとエビスビールと思って飲めた。最高。ちょっとね、じゃあいただきます。もうなんかペコペコなんでね、マコロフいただきます。うん、いい。まあ誰が作ってもこれ美味しくなると思う。このレタス何もかかってないです、うん、39.5% で700ミリ入ってますね。スプライトでちょっと終わって、デザインがあるんで、ライブ絞ってちょっとね。麻婆豆腐食べたんですけど、なんか食おう。で、これあるんでペペロンチーノを作りたいと思います。そんなに僕も作ったことないんで、 YouTube 先生を見ながら作りたいと思います。3かけぐらいね、ちょっと作ります。150g ぐらい作ろうと思うんで、はい、よし。ちょっと水少ないかと思いながらも OK、 いきましょう。
切りのニンニクも入れた方がいいっていうことだったので、ちょっとね、さっきプラスで。調理ボールいいんじゃないか。よし。まあ、何事も挑戦なんだね。刻んだものを入れなさいって書いてあるんで、はい、熱っ。で、この唐辛子も入れちゃいます。なんか少ない感じがする。ついてきました。そしたらこの茹で汁をちょっと入れなさいっていうことなんで、これでもすごい、ニンニクの匂いがすごいですね。なんかそうすると液がな、液というかこのオリーブオイルとかこの混ぜたお湯とかが全部白くなってくるっていうんですけど、全然白くならない。でも匂いはいい匂いなので多分大丈夫かも。火止めます。もうちょっとですね。スパゲティを揚げました。すごい、あの唐辛子のどうなんだ、味は。さっき作ってきたペペロンチーノいただきます。これ唐辛子そのまま食ったら辛そうだね。なるほど、うん、なるほど、あの、うん、深みはないですよね。なんとも、うん、言いようがない感じの味ですね。アレクサ、ちょっと止めて。唯一の友達アレクサ。アレクサ、ありがとう。これはね、問題作ですよ。これダメだ。これはね、辛い。辛いしね。あとなんだろう、この、嫌な、嫌な辛さ。すごい。辛い。入れすぎたかな、やっぱり。入れすぎだな、やっぱり。だんだんなんか体が熱くなってきた。でもまあ、うん、食べれなくはないです。うん、いいね。すごいですね。鼻の、すごい汗かいてきた。鼻の下もなんかすごい痛いです。首とかが痛くなってきた。
すごいパンチがすごい。うわー、鼻の下が痛い。すごい、うん、完食です。ほぼ罰ゲームか、これは。いただきました、ありがとう。うわー、すごいわ。ちょっと待った、鼻の下ワイン飲みます。これあのダナンのワインですね。ベトナムチューブのストロングって書いてあります。 15% ですね。いただきます。いただきます。舘ひろしさんとかね、危ないデカ世代なんでね。うん、初めてストロング飲みましたけど、ストロングですね。パンとかってあれだ。そう、パンを食べよう。パンを食べよう。パン。これからの フランスパンに挟むこれ具をね、ちょっと作っていきます。これは、ね、フランスパンなんだ。フランスパンじゃないですかね。あの日本ハムのウインナーですね。こっちに売ってます。それと。もう卵をね挟めば、あの天空の城ラピュタみたいなの美味しいジブリ飯が多分できると思うんで、やってきます。かけ入れちゃいます。焼いてる間に私はちょっとワインをいただきます。あ、いいね。盤面に入り入り挟めるか。この人たちを入れます。この辺でね、はい、入れました。これ2つ入れます。しかも、はい、もうこんなのも、はい、全然美味しそうに見えないんですが、ここにね、あのベトナムのこのケチャップで、ここにベトナムのこのチリですね。もうペペロンチーノより断然美味しいです。うん。ここにさっきのレタスが活用されるっていう、ね、まだ残してるっていう。
皆さん、私あの麻婆豆腐とご飯食べて、ペペロンチーノ食べて、スナック食べて、これ食べて、どんだけ食べるんだって思うかもしれないですけど、そうなんですよね。今日は基本的今日はあの食べてもいいっていう日なので、まあがっつり飲んでがっつり食べる日ですね。普通はこのね 2,3 日はもう野菜スープしか食べてないんですよ、私は。正直炭水化物取ったのは2日前ですね。ご飯1杯と野菜スープ飲んだ時に食べたんだけですけど、それ以外も野菜スープだけでしたね、今週は。本当は今ロックダウンなので外に行ってこう買えないですよね。だからまあ先週の土曜日日曜日に買ったもので、うまくこう作って食べたようにして食べたんですけど、本当はね、なんかこうありますよね、食べたいものね。なんか懐かしいな、ほんの2ヶ月ぐらい前ですよ。なんかテイクアウト、まではいかなくてもグラブかね、ウーバーみたいなサービスで家まで配達してくれるようになれればだいぶ違うと思うんですけどね。やっぱりこの1ヶ月以上は皆さんずっと自炊されてるので、なんとかならないでしょうか。ラーメン食べたい。最高。美味しいです。これ以上飲むと私はちょっと吐きそうな感じがするじゃん。そこまでいくとちょっとダメだね。いう感じでね、ちょっとストップしたいと思いますね。これも結構でも飲んじゃったのは。明日からまたね、ちょっとね、明日、明後日はまた野菜スープとか飲むと思うんで、今日のね、ちょっと暴飲暴食を元に戻すような感じになる。もうね、そろそろね、もうこのぐらいでいいかなと感じ思うんで、とりあえずね、今日はお開きでしたいと思います。明日ね、朝起きてロックダウンの現実に戻りたいと思います。ありがとうございました。